はい、ゆきです。久々にですね、タバコ動画やっていきたいと思います。今日は、初めて買いますピアニッシモの、これなんだ、ピアニッシモのアリアメンソールです。アリアメンソール、1ミリのねタバコなんですが、こちらですね、1ミリと思えないほどの、なんか、コクがあるそうなんで、買ってみました。タールとニコチン、タール1、ニコチン 0.1 ミリのタバコです。まあ、こちらはですね、非常に多分人気商品だと思うんです。女性に人気なのかな？女性に多分人気商品なんです。シンプルという精錬？お気づきですか？アリアの新スティック。味、香りはそのままに上品な紙巻きになって、洗練された印象に。だって。まあ、これはですね、まあ、俺が思い出にあるのは、このタバコはですね、なんか、パチ屋で勤めた時に、客がね、女性の客がこれをよく吸っていたという。よくね、頼まれるんですよ。ピアニッシモを買ってきて、と言われて。1ミリのタバコなのによく買われるんで、1ミリだったら吸わなくていいんじゃねと思ってましたね。どうなんでしょうか。なんかキラキラしてるな。この吸い口のここの部分が、キラキラってなんかラメっぽい感じになってます。太さは普通のタバコよか若干細いぐらい。ほとんど変わんないですね。ほとんど変わんない感じです。はい。それでは、いただきましょう。うん。確かに1ミリにしてはやけにコクがある。これ吸い口ラメっぽい、ラメっぽくなってるけど、これなんだ？別に普通だった。なんか舐めてもなんか、メンソールフィルターなのかなと思ったけど。この部分が甘かったりするのかなと思ったけど、違う。うん。これ1ミリ、メンソール感もそんな強くないですね。確かにこれだったらまだタバコ吸ってる感はあるわ。1ミリの中でかなりあれなんじゃないか。タバコ吸ってる感はあります。なんか5ミリぐらいの感覚だ。結構あれやな。確かにコクあるわ。煙も割と出るしね。割とっていうか。うん。1ミリにしては割と出てる。ほら、ちょっと見えるっしょ。メンソール感も、うん、ちょうどいいっていうか、あんまり強くない。メンソール的には強くない。うん。ああ。確かにこれ美味しいな。これで5ミリぐらいのタール値のやつ出してほしいですね。ピアニッシモ。このアリアで。うん。
メンソール感、程よいメンソール感でちょうどいいですね。うん。1ミリの割に、なんか結構匂いっていうかタバコ感がかなり強い印象です。あのメビウスの1ミリとか比べ物にならないですね。タバコ感。タバコ感が。うん。比べ物にならないほど強い感じはする。うん。これ美味しい。うん。これうまいわ。これ美味しいな。これ美味しいな。これ会社どこだ ?JT だ。会社 JT ですね。これうまいな。ああ、女性でこれ吸ってるのは結構いるんですよ。うん。ああ、なるほどね。これ人気あるのわかるわ。これうまいもん。あの、1ミリの割にね、5ミリぐらいの間隔。何度も言うけど。これもう一本吸うわ。んで、結構、メンソール感が弱いんで、弱いってほどもないけど、強くないんで、俺は、強すぎる、強いやつだとあんま好きじゃないですね。口の中が、スースーして嫌なんですよ。これ美味しいな。うん。とりあえずそこそこがっつり吸いたいけど、タール茶を抑えたいっていう人には、向け?そういう人向けじゃないの?これ。結局ほら、ピアニッシモって結構、スーパースリムサイズのタバコが多いんですよ。細いやつ。だけど、これは、うん。普通に太いっていうほど太くもないけど、普通サイズのタバコなんで、うん。うん。あと多分ピアニッシモシリーズで、メンソール感が多分一番弱めですね、これね。うん。ちょうどいい。このメンソール感、ちょうどいい。
まじ強くもなく、弱くもなく。うん。うん。1ミリのくせにここの味はすごいな。ここまで味が濃いっていうのもなかなか珍しい。でもこれずーっと前から売ってるよね。このピアニッシモ。タバコ。これいつまで売ってんの？いつまでっていうか、かなり昔から売ってる気がする。っていうほどでもないのか、95年から売ってるみたいですね。こちら。うん。一応、ピアニッシモシリーズでは、うん。一番、長い。一番古い。というか、昔からあるやつですね。みたいです。まあ、そんだけ人気あるんでしょうね。うん。これは美味しい。これは美味しい。マジで。まあ、ただ、やっぱり所詮1ミリですねっていう感じはする。っていうか5ミリぐらいかな。感覚として5ミリぐらいのタバコ。ただちょっと物足りないですね。うん。だからこのピアニッシモアリアメンソール5みたいなのが出ればちょうどいいんじゃないかな。タール5ミリぐらいのやつで出してくれると、これを出してくれると多分10ミリぐらいの感覚になるんで、個人的にはちょうどいいかなと思います。これは四つ星。それではご視聴ありがとうございました。